はい。アイラビュー、中ュネです、えー。筋肉をつけようと、1日20個ね、卵を食べることにして、えー、まあ、茹でますよ。まあ、茹でると蒸すんですね。エミアンの卵の作り方を、まあ紹介するという動画ではなくて、今日はね、ちょっと時事ネタ、あ記事を読ませてもらいます、えー。こういう発表がございました。まあ、どこに住んだらいいんですかリタイア後、みたいなね。そういう統計が、発表されましたね。 えー、海外でリタイア生活、タイが世界で11番目に人気ですよ、というね、そういう統計が出たんですね。世界の住みたい街、旅行したい街、リタイアしたい街を紹介し続けているインターナショナルリビングというのがあるんですね、えー。そういう期間がございまして、2022年1月1日に、 え、リタイア後に住みたい街のランキングを発表しました。え、the world best place to retire in 2022を発表しましたと。なるほどね。え、このランキングは生活費、食事、医療費、ビザの利便性、天候、伝統、文化など様々な要素に基づいて決定されていますよと。ね。え、じゃあ1位はどこっていうと、 はい、えー、正解。パナマなんですね。えー、パナマが、世界で最も人気あると。そう、2位はあ、コスタリカですね。知らないね。行ったことないですね。3位は、メキシコ。ああこれは頷けちゃうね。エミアンもね。4位は、ポルトガル。うーん、ポルトガル行ったことないな。えー、ポルトガルイコール、エミアンの中でマカオっていうね。えー、そういうイメージがございまして。で、 5位はエクアドル。あの辺だね、どこもね。そして6位、コロンビア。ね、コロンビアなんか住みたいのかな危険だよ、みたいなね、話はよく聞くんですが、コロンビアといえば、ガルシア・マルケスというね、有名な作家がいまして、エミアも大好きですね。あの辺の混沌とした感じ。そして7位はフランス。そして8位はマルタ。9位スペイン。そして10位がウルグアイですね。それがトップ10で。 あんま馴染みないね,、うん、ね。エミアがこの中で住みてえなって思うのはメキシコとコロンビアかな。そして11位に、えー、タイがつけましたよとね、えー。タイはトップ10には入んなかったけどアジアの中では最高位ですね。えー、惜しくもトップ10入りは逃しましたがタイはアジア最高の11位。えー、発表によるとタイはあービーチなどの美しい自然だけでなく えー、便利な場所であり、フレンドリーな地元の人々がいることから、世界中のリタイアした人々の間で常に人気がある場所とのこと。うん、なるほどね。まあ、エミアも住んでるぐらいですから、まあ、うなずけたりうなずけなかったりね。で、タイの国営メディア NNT は、タイではバンコク、チェンマイ。 コア品がリタイアした人々の人気の都市トップ3だそうです、ね。安価な生活費での暮らしも可能で、まあ、安いですよね、えー。医療水準も高く、長期滞在ビザの申請取得も簡単で迅速であると伝えていますと。となるほどねうん。という記事をね。 で、この記事はどっから引っ張ってきたかというと、また下にね、URL 貼っときますけど、タイランド、ハイパーリンクさんですね。タイランド、ハイパーリンクさんのいいところは、あの、コメント欄。おめえ誰だよっていう人間がね、えー、コメントしてます。ね、もう常連がいるんですね、このコメント欄にはね。あー、で、ちょっと待ってください。えー、動画に戻って、えー、この海苔ね、今、エミアがちぎってるのは、あの、四角い日本の焼き海苔みたいなもんですね。これおすすめで、えー、タイで、 暮らして、健康管理、えー、太りませんよみたいな。みんな確かに太んねんだ。すげえ暴飲暴食してるように見えるんだけど、一人の時は、あ腹減ったなーって時は、納豆か。海苔を食ってますよ、というね、うん。一人の時は、うん。で、この海苔が大体、えー、っと、1 0 0グで、えで、ー、1 0 0ムで50枚入り。で、150バーツぐらいだね。うん、500円。 まあね、安いなっていう感じはしないんだけど、でも実際買ってみると50枚あるから、えー、そして、1枚を何等分かに、ね、折って切って、それを醤油、醤油とごま油、醤油とわさび、醤油とごま油と胡椒とかね、自分の中で、ね、バリエーションをで、なるべく醤油がいい。醤油と一緒に海苔り食うと、うわあ、日本だなってもっといいのが、まあダイエットとかあんま気にしない人は、 地油と海苔。まあ、地油持ってねえよってね。でも地油と海苔を、地油と海苔と醤油とご飯で食うと、うわ、家系ラーメンだなみたいなね。えー、そういうね、えー、横浜ならではの食い方も、読み合いやったりして。まあ、基本、炭水化物は少なめに、海苔を1日、まあ、3枚ぐらい食えばもういいやって感じになるんで、不思議だね。 乗りってね。で、おすすめです。3枚食っても、まあ、9バーツでしょ ?1 枚3バーツでしょ ?150 バーツで50枚。じゃ1枚3バーツ。じゃ3枚食って、ま、9バーツ、10バーツね。めちゃくちゃ安いでしょで、こういう、うなんだろう、地道な活動で、エミアンはなんだかんだつって太ってないよね。うん。それやっぱ奇跡的な体型を自分でもしてるなって思う。こんだけね。ねうちのママとか、 毎日こう、ウォーキングとかして、あれねえ、エミアンスそういうことはせずに。ね今でしょうん、こんな感じの体型なんですね。で、こっからは、ああ、体鍛えていきますよと。ね卵を1日20個食いますよと。で、スポーツジムの会員にもなった。ねえ、えー、年明け早々にね、え、6ヶ月で、えー、3500バーツだったね。安いよね。で、一月、600バーツ、ないしっていう感じだな。 2000円ぐらいだね。でガチガチに鍛えますよ、というね、えー。そういう動画であり。あ、そして、えー、っと、さっきの、えー、あの、あれ読んじゃおう。なんだっけ。えー、っと、コメント欄。タイハ,ハイパーリンクさんの面白いところは、まあ、記事もさることながら、コメント欄。まあ、1位パナマで、えー、11位がタイランドっていうね、そういうリタイアしたら、 ああ、そこに住みたいよのアジアナンバーワンがタイで、そのタイの中では、えー、プーケと、あ違う違うえー、っと、ホアヒンと、バンコクと、チェンマイがトップ3ですよというね、ことで、それを読んだ人たちのコメントがね、えー、なんだろう、まあ、いつもこう、面白いなってね、タイ好きな匿名さんのコメント、ね、フレンドリーな地元の人々、 お金を持っている間は、チヤホやしてくれるゴーゴージュやバービア嬢たち。ね、えー。まあね。当たってますよね。金次第だよってね、えー。長く住めば住むほど嫌になる国ベスト1位ですけどね。ね。どうしちゃったんですかね。微笑みの国などというおとぎ話を信用してはいけない。タイは腹黒い人たちだらけ。ね。タイ人は、 ハ金主義なので、長く住むと正体がバレて嫌になる国一番だ <laughs>。こんな書き込みがずらりと並んでいて、ここにコメントしているようじゃそもそも人生ダメなんだろうなというね、そういう楽しみが対ハイパーリンクさんというね、下に URL 貼っときますので、ぜひご覧になってください。うんと、まぁ、こんな感じで今日はネットから引っ張ってきた 記事を読んでみました。これからもね、えー、なんか面白い、興味深いのがあったら、動画内で、えー、シェアしていけたらいいんじゃないのって、えー。意外な、あ国がずらりと並んでましたよね。えー、リタイアしたい、うん。そのアジアトップがタイ。えー、そしてタイの中で、えー、バンコク、チェンマイ、ホアヒンね。ね、うん。まあ、その3つの中で、じゃあどこが一番かって言われると、 今のエビアンの気分としては、ホアヒンかな、うん、ホアヒン、チェンマイ、まあ、バンコクは住めねえな。あんな渋滞されちゃったら、飯も食いに行けねえし、ねえ、なんでバンコクに住みたがるんだろうなって、不思議。えー、エミアンからすると、うん。と同時に俺は、リタイアっていうものが、早期退職ってものが羨ましいなねえ,ねえ、楽しそうだなっていう印象もあんまないけどね。うん むしろ、何でもいいから、マクドナルドでもいいし、漁師でもいいし、ね、えー、工事現場でも何でもいいんだけど、楽しそうに仕事をしている人に、リタイア負けちゃうんじゃねえかな、と思う。ね。うん、なんでっつうと、すぐそういった、ああいったものってリタイアとか、ね、デフォルト化しちゃうね。それが当たり前になって、そこから不平不満が始まるよね。スマホも、 ね、持ってねえ人がしたら、すげえ羨ましいデバイスなんでしょうけど、ね、一回持ってそれが当たり前になっちゃうと、スマホが手元にねえっていう不満は感じることがあれど、スマホあってよかったすげえみたいな感動を、ね、味わえてる人って、いねえんじゃねえの今。ね、ね、ネット、ね、携帯、ね、電波入らねえなあつって、電波入ったって喜んでる人って、 ね、入ってねえとこから入ったっていうことになるから喜ぶけど、ずっと電波がつながってる状態の人って、電波がねえっていうことに対する不満はあるけど、電波が入ってるっていう喜びを感じることって、まあ無理だよね。リタイアも同じようなもんで、うん、なんだろうな。働いてるから休日が楽しいわけで、ずっと休日だと、なんもそこからね、面白いことって見つからないけどな。あくまで俺はね、うん、個人的にね、 まあ、どんな仕事でも、同僚にちょっと可愛くて、頑張ればエッチできそうな女性がいれば、まあ、それはそれで一つのでっかい幸せだと思うな。俺はね、あくまで個人的にね。まあ、女に限んねえか。すっげえ面白い男の同僚がいるというだけでも、仕事相当面白くなるよね。昔、 今あるか分かんないけど、佐川急便ってさ、ね、日本で、その、きつい仕事の代名詞、ね。破産したら佐川やればいいや、みたいなね、うん。借金は佐川で返せ、みたいな。その、肉体労働系の、きついよ、でも稼げますよ、という,う、その頂点に佐川とかね、あって。エムヤもやったことあるんだよね、20代の頃。うん、で、まあ、配達する側じゃなくて、 配達補助っつって、ただ助手席に乗ってるだけ、そこで本読んでるだけってね、ずーっと助手席で中金切られないようにやってんだけど、ね、一日4冊も5冊も本読めちゃうわけよ、そこに座ってるだけで、ね、で、これはいいやつっ,って、ね、で、日中はその佐川やって、夜はまだ夜で、ね、違うのやったりして、ね、そういう時期があったりして、で、周囲の友達に今佐川やってんだよとかって言ってうと、わ、すげえ大変じゃないつっ,ってね、で、エミヤの職種は大変なポジションじゃないんだけど、 でも大変だって言われてるそのど真ん中の人たちの仕事っぷりを毎日見ていたけどすげえ楽しそうにやってたよ、うん、男社会でパワハラとかめちゃくちゃあんだけど、うん、でもそれはそれとしてみんなすげえ幸せそうにしてたな佐川っつって、うん、でヤマト運輸も横浜にあってそれはもっともっと若い頃にやってみて、まあ、きついと言われる職種をねしらみつぶしにやってみてっていうね えー、そういう時期があって、ね、一通りやってみるんだけど、うん、結局どれもほとんど同じ、うん。全部面白い。つまんねえなこの仕事って、えー、言うのはなかったな、今まで、うん。結局、目の前に起きた出来事をどう面白おかしく解釈できるか、そっちの能力が問われていて、ね、実際目の前で起きてる 物理現象自身に何の意味もねえなっていうのが m ンの極論だよね。仕事に対するね。うん。ローもすげえね、ねえー、って言われてるからすげえけど、そういう風に解釈されるからすげえけど、結局は、バットにボール当ててるだけだろうみたいなね。うん。そのストーリー性をシェアしてるから、なんとなしいにすげえなって楽しめるけど、ね、うん、でも誰もそう解釈してくれなかったら、別に、 すごいことを何一つ天才ですって言われても、別にその天才になりたくねえし、みたいなね。うん。十、十球投げて、えー。 4回打つみたいなね。3回じゃなくて4回打てますみたいなね。すごいですよね、僕、つって。まあ、すごいけど、ちょっとストーリー作ってきて、つって。そうしたらすごいってわかるけど、普通、まっさらに見ると、別にそれ、4回でも5回でもどっちでもいいよってね。それに一生かけて、ね。将来の上は、ね、大リーグでってね。まあ、そういうふうにこう、乗っけてくれるといいけど、何もないと、天才も天才じゃなくなっちゃうんだよな、つってね。うんまあ、この話すると長くなっちゃうから、 ね、あれなんだけど、まあ、人さえいればね、ね、うん、楽しいよっていうね。うん、まあ、そこですね、極論ね、リタイアとっていうことからちょっとずれて、ね、えー、結局、明るい人と一緒にいれば、楽しいし、そして人を明るくする力が自分にあったらなおよしってね。はい、えー、卵もできたんで。じゃあまとめましょう。えー、っと、チェンマイというのはなんだかんだあ、タイの中でも一番二番のいい街で。で、タイという国が、 アジアの中では一番ね、データ的にリタイア後、ね、住みやすいとされていて。で、一方で、エミアンとしては、明るい人間が一緒にいれば、どこにいても大丈夫。職種は取りませんと。じゃそれを合わせると、チェンマイで明るい人間と一緒にいろというね。それが一つの結論で。じゃあ、まずは自分から明るくしていきましょうね、というね。ああ終わっちゃう。はい、アイラビー中年です。